レクサス GS。GS。レクサス GS は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが販売する4ドアセダンである。レクサスのラインアップにおいて、最上級車種である、LS に次ぐ上位に位置する、高輪駆動ベースの4ドアセダンである。初代と2代目は、日本国内のみ、トヨタアリストとして販売されていた。GS としての日本市場への投入は、 通算三代目からである。1991年に登場したトヨタ、アリスト、初代のレクサスブランド版として、1993年2月22日から、トヨタ自動車田原工場にて生産を開始した。アリストには、ターボエンジンの設定があったが、一方で GS には3.0リットル直列6、気筒自然球機エンジンのみの設定で、あくまで社名の由来である。 グランドツーリングに主眼を置いたモデルであり、両者で性格や位置づけが異なる。1997年にアリストがモデルチェンジした翌年、GS もモデルチェンジした。エンジンは直列6気筒エンジン 2JZGE と V8 エンジン 1SFE の2本だけ。アメリカの雑誌モータトレンドが選定する1998年のインポートカーオブザイヤーに輝いている。 また、同じくアメリカの雑誌、カードライバーが選定する、テンベストカーに、1998年から2000年まで3年連続で選定された。2001年マイナーチェンジ。GS400 に搭載されていた4.0リットル V、8エンジン、1ス FE が、LS3 代目にも搭載される4.3リットル、3ス FE に変更され、モデル名も、 GS430 へ変更。2005年1月、北米国際オートショーにて3代目 GS がワールドプレミア。同年8月30日には日本においてもレクサスブランドが開業し、2ドアクーペの SC430 とともに日本レクサスの第一弾してデビューした。目標月間販売台数は1100台と発表された。当初は、 V 型8気筒搭載モデルのフラグシップモデル GS430 と V 型6気筒エンジン搭載の両販モデル GS350 の2車種をラインアップ。GS430 は先代と同じパワートレーン、サンス FE 型 V8 プラス 6AT を引き継ぐが GS350 が搭載する新開発の直噴、V 型6気筒3.5リットルエンジン、 2GR フスの出力は 300PS を大きく超えて 315PS とな、歴代のトヨタ自動車製乗用車としては初めて 280PS を超えた。また地域によって商品展開に違いがあり、GS350 は日本、北米、韓国で同じ V6 エンジンでも3リットル版の 3GR、FE 型を搭載する S300 は中国など、 その他の地域で販売されている。翌2006年3月、日本のレクサスブランド車としては、初となる、ハイブリッド仕様、GS450H を追加。世界初となる、FR 方式のハイブリッドカーとなった、GS450H は、GS350 にも搭載される3.5リットルの、2GR ス型の V6 エンジンに、FR 車専用に開発されたモーターを、 トランスミッションケース内に組み込み、システム合計出力で 345PS を発生する、このハイブリッドステムの基礎は後に、LS600H やトヨタ、クラウンハイブリッドなどにも技術転用されている。トヨタ、プリウスなどの燃費重視型ハイブリッドとは違い、モーターをターボチャージャーのように使う、パワー志向のハイブリッドとして、 燃費以上に走りを重視しているのが GS450H の特徴である。なおエンジンの排気量こそ3.5リットルであるが、4.5リットルエンジン並みのパワーを実現したという意味で、450H と名付けられている。10月、イヤーモデル制度をしくレクサスブランドの方針に従い、年次改良を実施し2007年モデルへ移行、主な変更点として、 GS350 にも GS430 と同じ18インチアルミホイールプラス245、40、R18 タイヤ選択できるようになり、GS450H 専用ボディカラーだったプレミアムライトブルーが GS350 と GS430 でも選択できるようになる。また、翌2007年3月、日本車として初めてドイツイフデザイン賞金賞を受賞。 イズと同時受賞。10月、マイナーチェンジが施され2008年モデルへ移行。GS430、サンス、FE エンジン搭載車の部位があっ8気筒エンジンを、LS462、先行搭載された新開発エンジン、1UR 不へ置き換え、AT も発足へ換装した。その結果、最高出力は 280PS から 347PS へと、 大幅に向上。このエンジン乾燥に伴って、排気量もアップしたためグレード名称も GS460 と解消された。登場から2年が経過していたこともあり、エクステリアの衣装変更も行いリフレッシュ。レクサスブランド車としては初めて LED ウインカー内蔵ドアミラーが採用された。さらにインテリアにもシートやステアリングホイールの衣装や材質を変更するなど、 さらに質感を向上させ商品性の向上を図った。4月21日限定500台で特別使用車、パッショネートブラックインテリアを設定し発売した GS450 円 GS460、GS350 GS をベースに最高級レザーのセミアニリン本革シートへ専用色ブラックノーブルレッドを採用。また、シートドアトリム、 本革巻きステアリングなどのステッチも洋食ブラックノーブルレッドとすることでアクセントのある内装デザインとし一段と魅力的な仕様としている。10月、年次改良を実施し2009年モデルへ移行。主な改良点としてレクサス車発となるソフトプライバシーガラスをリアウィンドウとリアドアに採用し、前車に標準装備された。8月、 年次改良を実施し2010年モデルへ移行。ナビゲーションシステムの機能を向上し、新たにマップオンデマンド通信により地図を最新版へ自動更新する機能や地上、デジタルテレビチーナーを追加。さらにポータブルオーディオプレイヤーと接続する USB 端子をコンソールボックス内に設置し、MD プレイヤーを廃止した。また、運転席と 助手席に無打ち障害の軽減に寄与するアクティブヘッドレストを標準装備した。ボディカラーも差し替えが行われ、新たにスリークエクリメタリックディープペリドマイカ、ラピスラズリマイカが追加され、内装色もセミアニリン本革シートがエボニーからブラックへ変更され、アイボリーもより明るい色調へと変更された。そして g s 百五十 h ではこれらの変更点に加え、 専用の衣装としたフロントグリルとリアコンビネーションランプと18インチアルミホイールが与えられた。また内装にもブラックウォーターホワイトの GS450H 専用色を設定し、HS250H と同じくレクサスハイブリッドブルー色のパワースイッチを新採用するなどガソリンエンジン車との差別化を図た。 2010年8月には、レクサスブランド開業を5周年を記念し、GS350、GS450H をベースに、穏やかなブラウンの本川シートの外側に、深みのあるオレンジを配色して、夕日が後ろから優しく差し込み包み込むような空間を演出した特別使用車、アートワークスを発売。4代目は、今後のレクサスの方向性を象徴する車として、 一目でレクサスとわかる先進かつ洗練されたデザイン、エモーショナルな走り、ハイブリッドを軸とした先進、環境技術3点に重点を置いて開発された。エクステリアでは次世代レクサスを象徴するフロントフェースとしてスピンドルグリルを初採用。逆台形のアッパーグリルと台形のロアグリルを組み合わせた形状で空力、 冷却などの性能向上を活かした造形とした。また、レクサス初採用となる LED ヘッドランプ、ローハイビームを新設定、g s 4 5 0 h に、標準装備、GS250 と GS350 にメーカーオプション。ヘッドランプ下部には、レクサスのアイデンティティである、L 字型 LED、クリアランスランプを配置し、L 字型 LED、テールランプと合わせて、 レクサスブランドとしての一貫性を表現した。スポーティバージョンの F スポーツは専用衣装のスピンドールグリル、メッシュタイプ、フロントバンパーを採用するほか、リアバンパーロア専用塗装や、リアスポイラー、19インチタイヤ専用衣装のアルミホイールを装備し、他仕様との差別化を図っている。なお、ボディサイズは先代モデルに対して全幅は2 0ト、mm、ル拡大。 前高は 2W 電車が 30mm、オード車は 35mm 高くなったが、全長、ホイールベースは先代から据え置きとなった。また、2015年11月に実施されたマイナーチェンジでは、ヘッドランプ、スピンドルグリル、フロントバンパー、リアコンビネーションランプなどの衣装が変更されている。インテリアでは、量産車としては最大、 2011年12月時点となる12.3インチワイドディスプレイ、マウス感覚で操作できる第2世代、リモートタッチ、レクサス発となる自発光指針の LED、アナログクロックを採用するなど、デザイン性と使いやすさを両立。またには、高知県産の天然の竹を用いた、バンブー、本革ステアリングを採用した、GS45H バージョン L に、標準装備。 GS450HI パケッチにメーカーオプション。エンジンは GS350 に V 型6気筒3.5リットルの 2GRF 姿を継続搭載。ガソリンの筒内への直接噴射と、吸気管内に噴射するポート噴射を状況に応じて最適に制御する DE-4S を継承しつつ、吸排気系の改良と制御を一新。先代モデルに対し、 最高出力は 2kW、3PS 向上し 234kW、318PS を発生。また、最大トルクは 3NBM、0.3KGFM、向上し 380NM、38.7KGFM となった。また、新設定の g s 2 5には V 型6気筒2.5リットルの 4GR ス姿を搭載した。 トランスミッションはいずれも6スーパーエクトを組み合わせている。ハイブリッド仕様の GS450H には先代が搭載していた 2GRF 型に代わり次世代直噴 D-4S システムとアトキンソンサイクルを採用した 2GRFX 型を採用。さらにパワーコントロールユニットの刷新や二眼変速式リダクション機構付きの ハイブリッド専用トランスミッションの改良、エネルギー改正制御の性能向上等により、スムーズな加速と低燃費を両立している JC08 モード走行燃費で 18.2kmL、仙台比プラス 4kmL。エンジン単体の最高出力は 1kW、1PS 低下し 217kW、295PS に、また、 最大トルクの数値は 12nm 1.2 kgfm 低下し 356nm 36.3 kgfm となったもののシステム最高出力は 2kW 3PS 向上し 256kW 348PS を発生する。駆動用モーターは仙台と共通の 1kW200PS のスペックに変化はない。 なお、先代モデルに設定されていた、V 型8気筒4.6リットルエンジンを搭載する、GS460 は廃止された。また、2013年10月には、直列4気筒2.5リットルハイブリッドシステムを搭載する、GS300H を、また、2016年9月には、直列4気筒2.0リットル直噴ターボエンジンを搭載する、GS200 トン。 2017年8月に GS300 に解消を追加設定している。シャシー関連では新開発のサスペンションを採用するなどプラットフォームを一新。スポーティバージョンの F スポーツには専用チューンドサスペンションの採用に加え新開発の LDH レクサスダイナミックハンドリングシステムを採用 GS350F スポーツの 2WD 車と GS450HF スポーツに標準装備。ドライバーの操作に対し、理想的な車両挙動を実現すべく、車速やステアリング操作などに基づき4輪のタイヤ切れ角を最適に制御。高速走行時の車両安定性、山岳路での軽快なステアリングレスポンス、パーキングなど低速時の扱いやすさを実現している。また、ドライバーの思考や様々なシーンに応じて、 意のままに車を走らせる楽しみを広げるため、エコ、ノーマル、スポーツ S、そしてスポーツ S を選択可能なドライブモードセクトも採用している。発売当初の予防安全性能では、先行者に対する追突被害の軽減効果をさらに高めたプリクラッシュセーフティシステム、ミリ波、レーダー方式を全車にメーカーオプション設定。従来のシステムに比べ、 プリクラッシュブレーキの作動タイミングを早め、かつ制動力を高めることにより、追突速度を低減し、被害軽減効果を図った。また、バージョン L には、ドライバーモニター付けミリ波、レーダー方式を新規にメーカーオプション設定。ステアリングコラムに搭載したカメラでドライバーを見守る、ドライバーモニターをのし、衝突の可能性があり、顔が正面を向いていない、または、 目が閉じている状態が続いた場合、通常よりも早く警報ブザーと表示で警告。さらに先行者との衝突の可能性が高まると、警報ブレーキを作動させ体感的に危険を知らせる機能である。2015年11月に実施されたマイナーチェンジでは、プリクラッシュセーフティシステム、歩行者検知機能不衝突回避支援タイプ、レーンキーピングアシスト、ルカ、オートマチックハイビーム、 ダーソビーバージョン L 以外に標準装備アダプティブハイビームシステム AHS バージョン L に標準装備多仕様はメーカーオプションレーダークルーズコントロール全車速追従機能負からなる予防安全パッケージレクサスセーフティシステムを全車に標準装備とし安全性能を強化したプリクラッシュセーフティシステムはミリ波レーダー単眼カメラ方式に変更し 歩行者検知機能が加わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。